で、そこにすごい面白いリアクションがたくさんあったので、まさに実験の場だなって思います。はい、J-SNAPS フットボール、ガクです。 J-SNAPS フットボールは主に J リーグのマーチャンダイジングやユニフォームを使って表現をしているグループです。僕らはもともとスタジアムにサポーターとして足を運んでいました。もちろん自分の愛するクラブがあってフットボールも好きでした。ただ海外の事例を見ると、自分の愛するクラブの試合に足を運ぶことはもちろん、その自分たちの好きなクラブのユニフォームやグッズを使って何か表現をしている、雑誌を作っている、もしくはおしゃれに楽しむコミュニティがたくさんあるっていうことに気がついたんです。日本にもそういったことを楽しんでいる人たちはたくさんいて、週休マガジンとかムンディアルジャパンとかそういった雑誌はたくさんあって、僕も刺激を受けるんですけども、若い人たちが集まってそれをやるっていうことが価値があるのかなって思ったんです。そして1年間作品を作り続けてきた結果、サッカー関係のブランドやメディアの方々から声をかけてもらうことが増えました。僕ら世代のサッカー好きで、特に海外サッカーを好きな人たちは J リーグに対してあんまりかっこよくない印象を持っていたりとか、むしろダサいよねっていうイメージがあると思います。ただ僕らはそれを、単純に J リーグがかっこいいかっこ悪いっていうよりも、 J リーグを使って何か表現をしている人たちが単純に足りてないから、少ないからなんじゃないかなって思っているんですね。だから僕らの行動に、ある程度注目が集まっているっていうのは自覚をしていますし、クオリティの高いもの、面白いものを作り続けなきゃいけないなっていうのは常に感じています。ドアが閉まります。こう今やってる活動の中で女の子のモデルを使って撮ってるっていうものが多くて、それはなんでかっていうと、J リーグのファン層がまずそもそもやっぱり男が多くて、おっさんが多い中で、やっぱり可愛い子がユニフォームを着てるっていうのは結構目を引くっていうものがあって、最初はちょっとそこを狙って撮ってる部分も実はあったりします。でも本当はもっとリアルな部分も撮っていきたいなっていうふうに思っていて、ある程度フォロワーも増えた中で、次のステップとしてリアルな日本のサッカーシーンっていうのを撮っていけたらなと思っています。海外のものをいいねって言ってる団体とか、海外のユニフォーム使って写真撮ったりストリートスナップ撮ってる団体っていうのは他にもあって、それももちろんかっこいいんだけど、やっぱりスポンサーがダサいとかユニフォームがダサいとかそういったことは言われるけど、日本のサッカーのもので僕は何かを作りたいって思いがずっとあって、日本のサッカー今のままでも本当はかっこいいところもあるだろうっていうのをどんどん見せていきたいなっていうのはずっと思いながら撮ってます。最近 J リーグでもかっこいいものを作ろうっていう動きは見られてきている中で、でもやっぱりスポンサーの制約があったりとか、何らかのクラブだからこそできないことっていうのもあると思ってて、僕らはアマチュアだからこそできるものっていうのをとことんやっていきたいって思ってるし、アマチュアだからこそ作れる本当にかっこいいものを追求していけたらいいなっていうふうに思ってます。もちろんこれからもたくさん作品を作り続けていくつもりですし、僕らはまだアマチュア集団なので、僕らよりもっと表現の上手い人たちが日本のフットボール界にどんどん入ってきて盛り上げてほしいなっていうふうに思っています。そういった人たちの作品を見るっていうのも楽しみの一つであります。